まずはチャレクエからやっていきましょう。2021年8月の強敵チャレンジクエストはこちらです。ものすごく久しぶりですね。金モザイベントの時のこけしですね。こちらが登場しています。チャレンジメカこけしの挑戦、このタイトルもすごい久しぶりですね。ではこの感じで回していきましょう。いきましょう。さまよえる魂を探しに行ってくるね。お、初回からバリア張ってきましたね。なんだっけな、ダメージを軽減するバリアですね。あの剥がさなくてもいいタイプのバリアですね。よし、ではそうだな、初回から物理防御をされていきましょう。これ魔法防御で試してみたのにいまいちダメージの取りが悪いですね。で、自軍のメンバーはこれ同色混ぜないように気をつけてくださいね。たまにいますね、同色を混ぜるとピンポイントに敵の攻撃が飛んでくるやつですね。あれです。だからナイトのヘイトなんかも全然効かないんですね。よし、まあこれの回避法としてはここですね。でこの時点でユイちゃん混ぜちゃえばいいんですね。こういうことですね。よし、では集めていきましょう。よし、 OK ですね。始めるとしよう。少し本気を出そう。これですね、ピンポイントに来ます。私の幸せを差し上げますよ。控えちゃいましょう。でここであえて大攻撃入れときましょうかね。やっちゃうよ。これで結構削れるんですね。こういうのも活かしていきましょうね。さあ行きますよ。ちょっと失礼するで。 OK ですね。これ割り込めるかな。あ、うまいことできてますね。割り込めますね。この私にお任せあれ。よし、では行きましょう。もうちょっといけるか。これでいいかな。よし、で今回のキララ装備は戦士のオーブですね。味方単体の物理攻撃が一定ターン特大アップですね。もちろんユイちゃんですね。では一発撃ってみましょう。どのくらい通るでしょうか。あ、めちゃくちゃ上がってましたね。これはフレンドさんに感謝です。さあどう。あ、これでも結構通らないんだ。スタン取れるか。あー、いけましたね。これでいいですね。まあでも倒せるでしょう。これだったらこれでいけそうですね。あ、でも残ってないのか。取っておきで倒しちゃいましょう。ここは私が頑張っちゃうよ。まあこれで倒せましたね。てな感じです。まあ2回に分けましたけどね、一応倒せます。みんなお疲れ様。これ打ち方変えればもうちょっと簡易化できそうですね。てな感じで初見でクリアできました。ありがとうございます。